新系ニュースです。新潟市中央区の古町を拠点に活動する古町芸妓は今月4日古町神明宮を参拝し、新年を祝う舞を奉納した。古町芸妓による新年の祈祷と舞の奉納は例年古町芸妓の仕事始めの日に行われており、今年で8回目。江戸末期から明治時代にかけて古町芸妓による古町神明宮への参拝が行われていたという記録が残る文献が発見され、これを復活させようと古町神明宮から働きかけ、2016年から行われるようになった。令和5年、今年は4日の午前、色とりどりの着物で着飾った古町芸妓14人が古町神明宮を参拝。玉串拝礼などの神事を行った後、新年の縁起を担ぐ内容の初富士や初春、船江の栄の3曲を披露。初春は羽付きなど正月の様子を表現した振りが特徴で、船江の栄では古町を含む港町新潟の繁栄を願う。めでたいものを踊らせていただいております。古町芸妓のさやこさんは、一年が新しく始まるのでこれから頑張りたいという思いで踊った。可愛らしいイメージなので、いろいろな人に愛され自分の魅力を引き出し飛躍できる年にしたいと話す。続けて抱負を聞かれ、去年一昨年と感染症下でお座敷に出ることがほとんどなかった、今年は楽しく宴会ができればと語った。なお、これまでは感染症の影響から座敷へ出る機会も少なく、稽古だけ行って帰る日もあったが、昨年11月頃からは毎日1件あるぐらいにはなったという。 2K ニュースでした。